放射線医学、放射線医学とは、放射線を用いた診断や治療等を中心とした医学の一分野である。医療機関における診療科名は、放射線科とするところが多いが、放射線診断科や放射線治療科を標榜することも可能である。1895年、ビルヘルム・レントゲン、ビルヘルム・ランガン。 1845.327から1 9 2 3 2 1十博士は、X 線を発見し、医療への貢献のみならず、近代物理学の幕を開いたこの発見により、1901年最初のノーベル理学賞を受賞した。X 線発見と同じ1895年、早速 X 線による治療が行われている。文献的に最初に報告された癌の、 X 線治療は1896年2月のボイトによる進行期上咽頭癌の疼痛緩和照射である。その後、現代では照射装置や治療計画装置の技術的進歩により強度変調放射線治療や画像誘導放射線治療などより高精度な治療へと発展していった。また、 放射線診断学を支える撮影技術に関しても発展を続け、単純 X 線写真をはじめとして、1970年代初頭に実用化したラドン変換を基本原理とするコンピュータ断層撮影。1946年のプロッホ・パーセルによる核磁気共鳴信号検出成功に橋を発し、1983年に実用化した核磁気共鳴画像法。 そして単一光子放出型コンピュータ、断層撮影法や用電子放射断層撮影といったモダリティが開発されていった。大きく以下の3つに分類される。核医学とは放射性同位元素やその化合物の生体内や試験管内の挙動を追跡し、診断、治療を行う医学分野である。核医学画像は CT や MRI といった他の診断用画像と、 根本的に異なる側面を持っている。その違いは、CT や MRI は、携帯画像と呼ばれ、患者の解剖学的な構造を画像に反映するのに、対し、核医学画像は、機能画像と呼ばれ、種々の放射性薬剤を用いた、整理、生科学的機能情報を画像に反映する点にある。骨神地グラフィー、骨神地や、カイフルオロデオキシグルコース、陽電子放射断層撮影、 カイ理カ事、PT、ボジトロンエミッショントモグラフィーなどがこれにあたる。核医学による治療、放射線防護のため、1990年の国際放射線防護委員会の勧告に準拠し、日本でも被爆線量限度が法令により定められているが、医療の目的で電離放射線を患者に爆射する場合に限っては線量限度の法的な定めはない。これは、 被爆する本人がその被爆する行為によって診断や治療といった直接の利益を受けるからである。言い換えると患者が医学的利益を享受する場合には被爆線量に関わらず医療被爆が正当化されるということである。これは医療被爆の線量限度を法令で定めてしまうと国民が適切な医療を受ける機会を失うことと同値である。こうした特殊性から その他の被爆、職業被爆、公衆被爆と同列に比較されるべきではない。放射線を人体に対して照射する判断は医師及び歯科医師のみ可能であり、診療放射線技師は医師または歯科医師の指示がなければ放射線を人体に対して照射することが許されない。しかしながら、結果論ではあるが、放射線診断で健康と診断された場合は、 被爆という害と健康であるという安心のみが残されることになる。二次予防を目的とした検診における放射線診断では被爆によるリスクを考慮したガイドラインが設定されている。ただし、医療被爆の正当化及び最適化がなされた上で被爆が必要最小限となるように行われる必要がある。放射線医療による病気の診断、治療を 主作用としたとき、医療被曝による生物学的影響の打ち好ましくないものを、医療用薬剤になぞらえて、副作用ともみなしうる。放射線医療は、治療によって患者が得る利益と害を考慮して、医師、歯科医師が有益と判断して施される。例えば、95%以上の確率で治療が、走行し、回復困難な有害事象を生じる確率が5%以下である。 など。放射線診断、放射線治療の進歩と普及に伴い、日本を含む一部の医療先進国では、医療被曝の実行線量が自然放射線からの被曝より大きくなっている。原子放射線の影響に関する、国連科学委員会の2008年の報告によると、全世界での放射線診断は1988年には13.8億回。 一人当たりの平均線量は0.35ミリシーベルトであったが2008年には31億回平均線量は0.62ミリシーベルトとなった。医療先進国の平均は1.92ミリシーベルトとなっているが日本では2.3ミリシーベルト、米国は3.0ミリシーベルトと推定されている。放射線治療に関しては百九十一から百九十六年の 間は年間470万回であったが、1997から2007年の間では510万回に増加している。直線加速器による治療も増えてきている。医療先進国では放射線治療は1000人あたり、年間2.24回となっており、頻度は増え続けている。日本においては CT 機器の普及率が他国より突出しており、 人口100万人あたり92.6台、2位がオーストラリアで45.3台、3位アメリカ32.3台であった。この普及率の高さにより、容易に悪く言えば安易に検査を受けることが可能である。CT を1回受けるだけで6 9ミリシーベルト、胃の X 線検査では0 6 2 7リシーベルトの医療被曝がある。 放射線診療における代表的な X 線検査での被曝量は、胸部0 0 4リシーベルト、腹部1 2ミリシーベルト、上部消化管8 7ミリシーベルト、胸部 c t 7 8リシーベルト、腹部 c t 7 6リシーベルトである。なお、骨髄移植のために行われる全身照射の1回の照射量は 2000m シーベルトで、1日2回の照射を3日間行い、 総量で1万2千ミリシーベルトを照射する。肺がんに対する低位放射線治療では1回1万ミリシーベルト以上の大線量を4回から5回、照射して1週間程度で終了させているプロトコルが主流である。CT のような高額な装置の場合、検査が過剰に行われる懸念が指摘されている。ただ、現時点では諸外国と比較したとき、 CT と MRI の装置台数は際立って多いが、装置の活用度はほとんど最下位であり、検査数としてはそれほど多いという状況でではない。実際、低線量の放射線被曝による影響には、不明な点が多いが、低線量の被曝も発ガンを生じるという仮説、LNT 仮説にも基づき15カ国で放射線検査の頻度に伴う発ガンリスクを調べたケツによれば、 日本の医療被曝による発言リスクは3.2%、年7587件の発言数に相当と最も高く、これは欧米諸国に比べても3倍ほど高い数字であり、特徴として CT 検査による被曝が大きな比重を占いており、他国に比べて CT 装置の設置台数が多いことなどが背景にあるのではと指摘されている。 アメリカ食品医薬品局では、画像診断法における不要な放射線照射を減ずる方針が提示されている。一方、被曝を抑えるために装置の改良も行われており、低線量ヘリカル CT などが開発され、検診対象者をヘビースモーカーといった高リスク群に絞って成果を上げているが、偽陽性などの問題も指摘されている。一方、自然放射線による 被爆量は、おおむね年間1.0から13ミリシーベルトの間で、世界平均は約2.4ミリシーベルトである。UNSCEAR では10ミリシーベルト以上の被爆のある地域を特筆している。イラン、ブラジル、インドでは30ミリシーベルトを超えるようなホットスポットもあり、インドのケーララ州で家計内遺伝調査をしたところ、高線量地域では、 統計的に優位に生殖細胞由来の点突然変異高い傾向にあることが報告されている。ブラジルのガラパリでは内部被曝によるものと思われる末梢血リンパ球の染色体異常や対象地域に比べて癌の死亡率の高さが報告されているが癌死亡率の報告については他の因子を考慮しておらず予備的研究の結論とみなすべきだと研究者自身が記述している。 死期線量とは、放射線を、ある一定レベル以上の被爆を受けると、確定的放射線影響が起きる、死期位置となる占領のことであるが、死期線量のある確定的影響と、死期線量はないと仮定されている、確率的影響とがある。確定的影響の例には、胎児への影響、器官形成器の被爆による危形の発生があり、その死期線量は100まじい。 ミリング例とされている。しかしながら、放射線診断での胎児の平均被曝量は、腹部撮影1.4マジー、中腸造影検査6.8マジー、腹部 CT8.0 マジー、骨盤 CT25.0 マジーなどとなっており、この資金1 0 0 100マジーより小さい被曝であり、顕著な影響があるとは考えられないとされている。確率的影響の例には、 複数回の X 検査による被曝で、白血病、または癌になる可能性がある。米国では、CT スキャンによる検査が年間7000万件以上、行われており、そのうちの2万9000例件が、将来的に CT に関連した癌の発症を引き起こすと推定されている。なお、この確率的影響には、指揮線量はなく、被曝量に比例するとされる。この仮説によると、 影響の確率は例にはならないが、日常的な通常の放射線検査での被曝量は問題となるようなものではないという主張がある。一方、妊娠女性が放射線診断を受ける場合、X 線検査の回数と胎児の相対リスクには比例関係があるという報告などもあり、胎児へのリスクを全く考慮する必要がないとまでは言い切れない深さがあり、確定的な結論は出ていない。 また、白血病では50から200マジ以下の被曝では、発生率の増加は、統計的に明らかではない。通常の X 線検査では、胸部0.04マジー、腹部0.4マジー、腰椎1.4マジー、上部消化管8.2マジー程度であり、極端な回数の検査をしない限り、心配する必要はないという主張もある。楽しく、ご覧になりましたら、 高読と良いです。クリックしてください。